でも昔だったら勝てたんだよ、ホンダでもそれなりに。勝てました。勝ったでしょ、ね、この人は。勝ってたら、うん、その時初めて来たツバルに、あ、違うわ。勝ってて、で、大会なんですよ、俺、ホンダで。そう、で、ランバド出たんですよ。知ってる。Z ホンダで。2位っすよ。それ見たら1位だね。ツバルっすよ。それ結構屈辱じゃねえな。いや、でもマジで捕まんないんですよ。うん、そう。あ、結局どうなったかって言ったら、俺がずっとしゃがんで待って、で向こうもしゃがんで待ってる終わり。なんかそれ聞いたことあるな、確かに。あったかもしれない。くそくだらねえし。いや、マジでこれ試合面白かった。マジで面白かったんだよ。マジで一度っぽけっつったら触れねえんだよ。マジで触れないです。マジで触れない。ホンダバルブやばいです。あ、そう。ZZ ってマジで触れないです。それ今でもそんな感じになる。いや、だと思うんですけどね。マジでやることなかったです。だってツバルがこれ負けようねえっつったもん。あ、そう。へえ。そう。で、あの1ラウンド目もホントこんぐらいしか減らしてないのに、なんかドスコイとか当たってそれをしのぎきって勝ってて1ラウンド目、ね、2ラウンド目、2ラウンド目めちゃめちゃ面白くて、2ラウンド目こいつ開幕ドスコイっつったら、スマホのレッドインパクトって言ったよく覚えてる。覚えてる。だって衝撃だったもん。だって何も知らずにレッドインパクトパラさないでしょ。ああ、まあね。パラしたらズボッと当たって、もう取り返しはつかないだろうし。ああ、なるほどね。でも、まあそうそう。当時俺はツバルもよく分かってなくて、確かにそのランバト来る、まあ、直前っていうか平日に来たんですよ、ツバルが。で、俺知らねえけど、なんかこのバルログ、むちゃくちゃ逃げるけど、まあ、でも強えなと思って。まあ別にプレスタイルどうでもよかったんで、あ、でもなんか変わってるプレスタイルだけど、なんか強えな、しかもバルログか、みたいな。そう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 。っていうのはなんか結構覚えてて、でその日週勝ってって、うん、そう、まあ、当時はあいつも強かったもんね。面白かったね。だって最初からタイムオーバー、だって優勝メンバーじゃないですか。そうそうそう、熊さんの負けた時のね。あれ熊さんつばる大吉か、うん、大吉の出番なし。そうですね、1回もあの大会、つばるが勝ちまくったんだよね。つばるが勝ちまくった。つばるビデオってやってるわ、うん、まあそうですね。あのビデオはつばるビデオ、つばるビデオなんだ。出てたもんね。そう、あれでしょ。つばるってもうなんかもうやばい返事だよね。やばい変人だね。やばい変人だね。やばい変人です。あの、初見プレイでドラクエ3の黄金の爪普通に見つけたらしいです。で、理由が、あの、理由が、そうだそうだ、理由がすごいですよね。ドラクエ3っていうゲームをまずやるじゃないですか。うん、で、調べるってコマンドあるじゃないですか。すべてのフィールド、街、調べるんだ、全部調べていって、すげえな、それ。結果、イシスで、ようやく何十時間後に、黄金の爪をゲットして、すごいね。で、そこでご褒美得られたもんだから、その後も全部調べる。ああ、それすごいな。伊能忠敬ですよ、やってることはもう。そうだ。伊能忠敬。伊能忠敬だよね。マジ、ドラクエ3で。地図を書かない。地図、そうそうそう。すごいね、うん。やばくないですか、初見プレイで。そう。だからもう、化け物好き。神経質っていうか、だからもう本当、そうだね、変人だね。まあすごいよ。だから、全部の村人に必ず2回ずつちゃんと。いや、にーって聞かなくてもっていうさ、中にはさ、もうお決まりの人じゃん、まあ、ようこそなんとかえって言う人じゃん。何回聞いてもこの人は、ようこそなんとかえしか言わんてっていう、そう、絶対2回。なぜかっていうと、2回目に、イカズチの剣をくれる可能性があるんですよ。普通にもうレベル上げたの早いからね。すごいね。すごいね。いやだ、なんだっけな、お前が言ってたさ、うん、お前から多分聞いたと思うんだけど、ツバルのさ、ウィザードリー。ウィザードリーね。ウィザードリーね。ウィザードリーは、あの、なんか、あのゲームってさ、ウィザードリーっていうゲーム知ってる？あ、そう。あれ、洋ゲームなんだ。洋ゲーで、オートセーブってわかります？オートセーブ？例えば、ドラケンってとこあります、うん。FF とかってことあります、うん。あれって、要するに、その、昔のゲームって、例えばじゃあ、王様のとこ行ってセーブしますかってやったりとか、宿屋に泊まってセーブしないと、基本セーブされないじゃないですか。でも、ウィザードリーってすげえ昔のゲームなんですけど、起きたこと全部、もうゲームはセーブ、なるほど、ね、セーブしちゃってるから、死んだからリセットしても無駄なんですよ。無駄なの。ああ、戻れないっていうのが洋ゲーの特徴なんですよ。だから結構シビアなんですよ、ね。まあそうだよね、うん。いや、しかもさ、ご丁寧に、教会に戻ってこないからね。あなた死にましたねっつって、死体その場で置きっぱなしだから。で他のメンバーでその死体を拾いに行くっていうダンジョンに、基本ダンジョン潜っていくだけのゲームなんですけど、うん、その例えば地下5階とか行くの超大変なんですけど、うん、その地下5階にその正規の例えばレベルじゃ50とかのメンバーが落ちてるんですよ、うん、そうで拾いに行かなきゃいけない、拾いに行かなきゃいけないけど、拾いに行けるわけないじゃないですか、うん、だって今まで一緒に戦ってたパーティーがそこにいるんだから、まだレベル1なんですよ。そう、なるほどね。レベル1のやつらで、だからもうその頃にはもう拾う価値のないやつらそう、ちゃん、しかも、それすごい、ちゃんとそのまま綺麗に保存されないから。うん、どういうこと？しっかり装備品とかはどんどんなくなっていく。抜かれてますよ。しかも、杖替えってもうワンチャン灰になって終わる。そう。
生き返らない。ちゃんと教会の真面目いんだよ。教会の真面目いて、生き返らせますかっつって、はいっつってお願いしますって言うんじゃん。適当にバーってあるじゃん。うん、失敗しちゃったっつって、お金ちょうだいっつって、はいなの一回。はいなのね。でもう一回やるっつって、一応俺もう一回チャレンジする、うん、もう一回やるっつって、お願いしますって、ぺーって。3回チャレンジ、2回でしょ。2回か。で、ダメだったら、ね、ロストです。ロスト消滅。そのキャラ、そのキャラがいなくなるっていうのが、まあそれがウィザードの一応ゲームなんですけど、むちゃくちゃシビア。それを、その、猪田忠敬が好んでプレイしてたらしい、ね、うん、そう、好んでプレイして、しかも最後の最後のダンジョンでも、もう無双したらしいの、ね、よ、うん。我こそは、なんか、ね、天下無双なりみたいな感じで、で、言ってくるわけ。まあ、うん、当然さ、彼もそれなりに充実感があったんだと思う。その、あの難しいゲームで。カピカに育てたパーティーでね。筋肉隆々でぐるんぐるんしてさ、うん、なるほどね。そう。それでやってたら、うん、基本的には宝箱って、俺ら心躍るじゃん。うん、まあ、ね、そう。ウィザードリーの宝箱って危険やね、うん。その、ミミックどころか、なんかわけわかんない場所にワープされるみたいな。ビャーンってワープされて。ワープしたり、で、そのすごいきついとこ行かされたり、毒だったり、みたいな。運ってことよね、今ね。運なんすけど。でもインパスとかは唱えなきゃいけないよな、当然ながら。その、宝箱に罠があるかどうかも魔法とかもかけれるし、みたいなのはあるんですよ。ああ、なるほど、ね。そう。で、当然だからさ、つばるもそんなん知ってるわけよ。うん、でも、やっぱり、気の迷いなのかな。開けるんだよ。その筋肉隆々のやつでさ、うん、飽きちゃったんだよね。したら、ファーンって飛ばされて、画面が真っ暗になったらしいんだよ。ね、あれっつって。で、もうその時点で、ゆでざわりやってるから、うすうす、やったっていうのは多分あるんだよ。あるんだけど、とりあえず画面が真っ暗になったから、当時だから、ファミコンだから、パンパンパンってこう、テレビが。接触ですよねっていう、接触になってくださいっつって、パンパンパンってやるわけ、パンパンっつって。で、あの、カセットもさ、うん、あの、バコっつって、ふぅやるじゃないですか、うん。で、それを何回か繰り返すんですけど、うん、どういう状態かっていうと、四方壁に塞がれた、うん、もう四方壁に囲まれたところにポッていくわけよ。うん、で、だから、前、上やしても、下をしても、左をしても、右をしても、ブーみたいな、そう、ドンドンみたいな。なるほどね。そう。で、どうするんですよ。終わりです。まあ、そうなるよね。終わりです。その伝説のパーティー回収閉じ込められて終わりです。回収もできない、生きてるの。ああ、なるほどね。そう、すごいな、ルーラーみたいになる。こんなゲームあるで、なんか最後レバーガチャ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 ってやって力尽きてレバーコトって置いたって。しかも長い目を言うて割とすごいね。でもね、3日間寝込んだらしい。そりゃそうだよね。へえ、すごいね。あれはいいね。あれはいいよね。うん、あいつ変わってるからね。うん、あいつは変わってるね。うん。うん、まあそういう、なんか、でもキャラはいいやつ多いよな。面白いやつ多いよな。青汁もそうだし、うん、ツバルもそうだしね。まあ、スリーもそうだしさ。なんか、ケンちゃんも。面白い人多くないですか？多いよ。愉快な人多いですよね。多い多い。うん、